津島島の日、津島島の日とは、大韓民国の継承南道キューバ山市が2005年3月18日に制定した記念日で、毎年の6月19日である。6月19日は、1419年の大英の外交の際、李氏朝鮮軍の将軍李事茂が津島征伐のために馬山裏を出発した日である。日本の島根県が制定した、 竹島の日に対抗して制定された記念日で、津島島の日条例には、津島島が韓国領土であることを内外に知らしめ、領有権確立を目的とすると明記されている。竹島に関して、韓国は一方的に警備隊を上陸させ施設の構築を行ったり、竹島海域での軍事演習を行うなど、実行支配を強化する方策をたびたび実行してきた。 日本政府もその度に韓国政府への抗議を発表し、竹島の領有権を継続的に主張してきた。しかし、日本側がこのような領有権の主張を行う度に、韓国では、記事家の鳥、日本の国長は記事で青を惨殺したり、日の丸や時の首相の肖像を燃やしたりするなど、日本に対する抗議行動が巻き起こった。2005年2月22日、 こうした問題への認知を求めるため、竹島を管轄する日本側の都道府県である島根県は竹島の非条例を制定する。これに対し、韓国側ではやはり抗議行動が発生し、韓国外交通商部も竹島の非制定を非難する声明を発表する事態となった。このような中、朝鮮海峡、津島海峡に面する市で竹島問題には、 当事者性がなく、関与権のない自治体である軽症難動馬山市の市議会が同年2005年3月18日に制定したのが、この津島島の比例である。なお、津島は、韓国領という主張は、この津島島の比条例が制定されたことによって巻き起こったものではなく、それ以前の比較的早い段階から叫ばれてきた主張である。実際、独島博物館、 1997年会館の正面入り口に、津島は、もともと我々の領土、津島島本瀬我が国行き地という秘跡が設置されたのは2002年8月で、あり、それをさらに遡る2001年5月には、津島島は、我々の領土という曲が発表されている。また、2004年7月に、小泉首相が奉還した際に開かれた集会、半日でもでは、 主催者らが、津島を韓国に返還するよう日本に促す一方、韓半島への侵略の歴史を謝罪するよう求めている。第二次世界大戦直後、韓国の初代大統領に就任した、李正万、在任1948年から1960年は、人心和乱、文禄、慶長の役を起こした日本が津島を武力で占領した、決死の抵抗を行った。 津島の兵がこれを撃退し、義兵の戦石碑は、津島の至るところにある、1870年代に、津島を不法占拠した日本は、不法に所有した領土を、ポツダム宣言によって返還することになったのだから、韓国に返すべきだなどと述べ、津島及び竹島、韓国名、独当の領有権を主張した。この時の領有権主張は GHQ が百五十一年八月に、 出したらスクショ官によって却下されたが、その翌年の1952年1月に、いわゆる李昇番ラインが、韓国側によって一方的に設定され、竹島がその内側に入れられたことから、竹島は、以後日韓両国が互いに領有を主張する、領有権問題の地となった。一方、李昇番ラインの外側に外れた津島は、以後長く領有権の継争対象として、扱われていない。 古来日本領であった津島は、現行、運営の役、公安の役の際に、モンゴル帝国、元、高麗連合軍の侵略を受けて陥落している。また、朝鮮王朝時代には、和光の本拠地として、朝鮮側の侵略を受けている。欧英の外交。2005年3月18日、馬山市議会は、第109回臨時会を開いて、 津島党の非条例案を緊急に上提し、出席者全員の賛成で可決した議員数30人、欠席1人。市議会では当初、島根県の竹島の非条例の廃棄を促す決議案を論議していたが、より攻撃的にしようという雰囲気が強くなり、津島党の非の条例の制定に至った。この条例の目的は、津島島、つまり津島が、 韓国の領土であることを内外に主張し、領有権を確保することにある。一方、韓国外交通商部は大弁人の論評を通じて、不必要な論議を誘発する、可能性が高いと馬山市に自制を求めた。津島市議会の並田正和議長は2006年10月6日、馬山市議会に津島党の非条例の廃止を要請したが、馬山市議会は対応する価値がないとして、 条例を廃止しないことを明確にした。条例を制定した馬山市は、2010年7月1日に、マサゲン市、チ市と合併して、証言市となり、条例は同市に継承された。その後、2012年12月11日に、マサゲ市議会は、条例の全面改正案を可決し、旧条例に代わり新たに、証言室島,島島の非常例が制定され、現在は、 こちらが根拠条例となっている。証言市は日本の大垣市、岐阜県、姫路市、兵庫県、呉市、広島県と姉妹都市の条例を締結している一方で、毎年6月19日、津島島の日には記念行事を続けている。さらに2017年3月30日には津島島の日について政府レベルの支持と支援が必要として議員の発議により、 津島島の日の行事に政府支援を求める県議案が市議会で採択されている。津島島、朝鮮語でも津島島、手間戸の行政区分は長崎県津島市で九州と朝鮮半島の間に位置する。朝鮮半島からは最短距離で南東に 49.5km、若干朝鮮半島に近い。この島は、李昌藩政権時代などごく一部の例外的な 発言を除けば、韓国が国として領有権を主張したことはない。この条例を制定したバサ氏は、朝鮮海峡、津島海峡に面してはいるが、巨彩島に隔てられた沈海湾の奥に位置し、津島までの距離はむしろ、富山広域市や軽省南道巨彩市の方が近い。また津島は日本が韓国に対し、領有権を主張している本来無人島の竹島、 総面積 0.23km のような小さな島ではなく約7 0 0キロメートルの面積と約3.2万人が住む日本の市である。産経新聞の黒田勝弘ソウル支局長は、津島は韓国領という主張には竹島問題に起因する日本への報復心理が働いており、独島博物館の津島はもともと韓国の領土という石碑も日本が 竹島の領有権を主張するなら我々は、津島の領有権を主張するという趣旨である、と指摘している。津島では、実際に、韓国資本により土地の購入が進んでいる。観光開発と見る一方で、自衛隊基地周辺の土地も購入されていることから、政治的意図を懸念する声もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。